こんにちは。僕はサッカー選手をしながら経営者をしています。何をしてるかっていうと、美容サロン2店舗とバナナジュース専門店を経営していて、その中でもフルーツサンドも販売しています。この YouTube ではそういったサッカー選手をしながら経営者をしていくという日常をどん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 発信していけたらいいかなと思っています。僕はまだまだやりたいことがめちゃくちゃあるので、そういったのも撮っていきたいと思っています。めちゃくちゃ寒いっす、長野。今日の予定は、明日長野パルセイロの試合でフルーツサンドを販売するんで、それをスタッフらと共にたくさん作ります。今終わりました。今からご飯です。おはようございます。めっちゃ雪降ってます。めちゃくちゃ寒いっす。雪積もったな。今日も一日頑張ります。さらに
一日終了しました。今日は朝からフルサンドを切って、その後パルセイロのスタジアムで販売しました。で、帰ってきて明日の仕込みをし、一日終えました。また明日頑張ります。今一つ仕事が終わったんで、今からランチ行ってまた仕事に戻ります。フルーツサンド切ります。フルーツサンドはこれ切るのめちゃくちゃ大事だから。